それではこのビデオでは仙腸関節、いわゆる骨盤の関節が足を上げた時にどういうふうに動いているかということを模型を使ってご説明します。このビデオを最後まで見ていただくと骨盤の動くイメージがわかると思います。まず足を90度上げた時に足を90度上げた時にやっと骨盤が一度動くと言われています。こういった形で足を屈曲する、上げた時にわずかに仙骨に対して寛骨がちょっとだけ動くということですね。足を膝蹴りするように上げた時に動く程度です。実際にはほとんど動かない関節だということがわかると思います。